こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。皆さんご存知だと思うんですけれども、鳥インフルエンザの流行で、卵の価格が上がってますよね。なんかこれ見ると結構上がってますよね。150円ぐらいだったやつが262円ぐらいまで上がってますよね。で、まあ今後ね、さらに鳥インフルエンザも流行りますし、飼育飼料が足りなくて、もう鳥だけに限らず、牛も豚も死んでいってしまうということはご承知だと思います。そういったこともありまして、貴重なタンパク源としてですね、平飼いの養鶏農家さんとつながって、卵を買っておいた方がいいよって話は私何度かさせていただいていました。で、そのタイミングでですね、今日北海道からお客様が見えてくださいまして、その方とその話になったんですね。そしたら、その方が買っているその養鶏農家さん、からつい先日話がありまして、飼育飼料が十分に手に入らないと。そのために、同じだけの数、今年買っていただいた卵のまあ、2週間に1回届けてもらっていたそうなんですけど、その数が来年も保証できるかわからないという話があったそうです。まあ一般的な養鶏農家さんとそういう平飼いの養鶏農家さんでは、その用意している飼料自体も、違うんですけれども、まあ大丈夫だと思っていたその平飼いの養鶏農家さんにもその飼料の影響が出ているということをまずはお伝えしておきます。まあですから今後その辺のこともちゃんと確認していかないとどうなるかわからないということですよね。まあとにかくいろんな手を変え品を変えっていう言い方が正しいかどうかわからないですけれども、皆さんそれなりに備えてください。でもう一つ、こっちが本題なんですけれども、これもアメリカに住んでるお客様からメールが来まして、このレポートを読んでくださいと。で機械翻訳で大丈夫ですからということで、でそのやり取りの中で、どうもやはりこのレポートの中には日本がデフォルトに陥ってハイパーインフレになるって書いてありますよっていう、まあこれは本当アメリカの人向けのレポートなんですけれども、そこには金や銀の現物を買え、少なくともここら辺の訳ちゃんと聞けばよかったな、少なくとも数ヶ月分の金や銀を買えってなんか書いてあるっていうことだったんですよ。でそのレポートの名前がストックマーケットクラッシュサバイバルガイド、株式市場の暴落サバイバルガイドっていう、タイトルのレポートなんですね。で、ここごめんなさい、これリンクになってませんけれども、これコピーペーストして、このページに入っていただければこの原文のレポートがダウンロードできますので、はい。で、そこに書いてあることの重要な部分だけご紹介します。債券バブルが崩壊するとその影響は極端になります。それが全て終わるまでに私は次のようになると想定しています。で、それが書いてあった ところでこれなんですね。この赤枠の中ジャパンって書いてあるのが分かると思いますけど、日本はデフォルトしハイパーインフレに入る可能性が非常に高いですっていうことなんですよ。でその後の文章のところに、ご覧の通りグローバルなレバレッジ解消の状態に入ると通貨の量が減少します。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、銀行からの、預金の引き出しが、なんか限度額が設けられてるみたいですね。で、この間ね、2、3ヶ月前だったかな、まあどうしてもある程度まとまったお金が必要だということで100万円ぐらい引き出そうとしたら、その日に引き出してくれなくて2日かかったっていう経験があるんですね。ですから多分もう
どの銀行にも必要最低限のお金しか残ってないので、もうどん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 この、通貨量が減ってるという状態が起きてるみたいですね。で、あとここからはこの赤い線を引いたところだけ訳しますけれども、債券バブルの崩壊に備えるもう一つの簡単な方法は、あなたの富の一部を動かすことです。金または銀の地金に。地金とは何ですか？地金の最も一般的な形態は何ですか？銀の1オンスラウンド、または1オンスの銀も含むシルバーイーグルコイン。なんかね、カナダのメープルリーフ銀貨は、そのメープルリーフのところが盛り上がってるもんだから、削れやすい。そういったもんだから、こっち側のシルバーイーグルコインの方が削れちゃうから、こっちの方が削れないからいいよということらしいです。はい。まあ、もちろんメープルリーフ買っちゃってあっても、別に、余分に触らなければ削れちゃうわけじゃないですから、普通にね、保管しておいてもらって、いざ使うっていう時に使ってもらえばいいと思うんですけどね。バーに関してはゴールドまたはシルバーのバーをさまざまな形で購入できます。なぜ地金を所有する必要があるのですか？地金を所有することは、貨幣または、現金の他であなたの富を確保する手段です。中央銀行は課税したいと思っています。あなたがそれを安全に保管するならば、それはあなたを保存する手段です。資本とそれをあなたの管理下に置いてください。どのくらいの金または銀地金を購入する必要がありますか？あなたが購入する金額はあなた次第です。少なくとも、ここがちょっと訳が間違ってるのかもしれない、機械翻訳なんで、少なくとも数ヶ月分の金と銀の地金の費用をっていう、まあ、ことになってるんですけど、まあ、少なくとも数ヶ月過ごすのに必要な銀の地金ってどんぐらいなんですかね。わかんない。でもわかんないけど、さっきも申し上げた通り、トイレットペーパーレベルでね、多分ね、交換してもらえるんですよね、ある程度のものと。だから、まあ、銀はまとまったものを買うときとか、まあ、ちょっとがっかりしちゃうんですけど、まあ、おそらくほとんどの方が、銀買ってる方がね、これからの日本の将来に投資しようという意識を持ってらっしゃるんだと思うんですよ。で、私もそれなりに、まあ、みんなでこういうものとかを買っとけばみんなで使えるなみたいなものを買おうかなと思って、準備しているんですけれども、一部の方がね、2025年だか2025年だか分かんないけど、地球脱出とかって 言ってる方いらっしゃるじゃないですか。そうすると、脱出しちゃった時にはどうなんでしょうか。なんかその前に買っちゃったら、それ持っていけなくて困っちゃうのかなとかね。で、まとまった土地買って、それじゃあみんなで共同で過ごしていきましょうみたいな気持ちを持ってたんですけど、脱出するんならそれも意味がないのかとかって 思ってしまって、いろいろ考えちゃったりするんですけどね。まあ、でもとりあえず、ハイパーインフレになった時に、持ってるだけで相当、なんていうんですかね、安全というか、安心できますので。でも、何度も言いますけど、酒、タバコ、トイレットペーパー、生理用品、こういったものは、少なくとも今年の、収穫は悪くなかったわけなんで、例えばお米ですよね。そういったものと交換してもらえますし、今後、家庭菜園やってる人でもね、トイレットペーパー一つで、何ですか、ちょっとした野菜と交換してもらえるとかね、そんな風な情勢にはなるはずですので。一応そのことも頭の中にまた入れておいてください。私はトイレットペーパーももうちょっと買い足そうかなと思ってます。はい。世界の国々の中央銀行の金保有量を、世界の国々はの中央銀行が金保有量を増やしてるんですよね。で、金本位制に移るということですので、まあ当然だということを書きました。で、ここら辺はもう今更ね、言う必要ないと思いますけれども、
まあ、とにかく、1974年以来の最高数字を中央銀行が持っている金の保有量がになっているということです。あとアメリカ、アフリカはもう本当、ロシア後ろ盾、中国も後ろ盾にして、ドル経済圏から抜け出そうと、もう完全に行動し始めましたね。はい、だからこれで、もうサウジがブリックスに加盟申請したっていうのは、皆さんもこれ、前にご紹介していますので、でこれで石油の支払いをドルで行わない方針を打ち出しているということで、まあ、ドルがの基軸通貨としての立場がもうすぐなくなるという話ですね。で、最後、これがとどめになるみたいですね。ロシアが、ゴールド、ね、ペトロゴールドということを発表したら、金が高騰して、で、ドルが大崩壊を起こすと。だどこが導火線になるかわからないですね。今日これ、8日か、8日に、の昼休みに今撮ってますけれども、6月の8日でしたか、安倍首相が亡くなって、その後7月がエリザベス女王で、11月の8日がロスチャイルドの一番トップの人とかっていう話なので、今日8日なので、明日のね、時差がありますので、アメリカ時間まで含めての8日で、何か起きるのかもしれないですね。まあ、この本当、導火線がね、債券市場もそうなんですけれども、ね、クレディ・スイスももうほとんどダメっていう状態みたいですし、ドイツ銀行から行ってもおかしくないし、中国のね、不動産会社から行ってもおかしくないし、住宅市場から火がついてもおかしくないし、まあ、どこから火がついてもね、一気にある程度のところまで行って、最後に本当、戦争イベントとか、三峡ダムイベントなんか絡めてきて、もうめちゃめちゃに、ね、経済、ペトロダラ経済全体が崩壊してしまうということなので、まあ、見ものですね。まあ、とにかく今後それが起きた後っていうのは、銀が、まあ、庶民の私たちは金をたくさん持つなんてことできませんし、でたくさん持ってもね、しょうがないっちゃしょうがないので、でもこの銀貨を持つということが保険になることだけはもう間違いありません。で、ここは皆さんご承知だと思うんですけど、今までのペトロダラ経済下では、銀は金に比べて不正に価格を低く操作されてきたので、金本位制が導入されたら、金以上に銀は値上がりします。それはもう間違いないでしょうから、まあ、それを前提で、一応この株式市場暴落サバイバルガイドに書いてあった銀貨の使い方は、銀貨で一般的なお買い物、大きな買い物の時にはバーとかって書いてありますけどね、まあ1オンスあたりの価値は同じですので、まあとにかく安心安全を買うという意味で、銀貨は少しでも多めに、ね、持っといてもらった方がいいんじゃないかと。で、その先で、まあ、例えば耕運機を買うとか、まあ分かんないですけどね、今後、耕運機買ったり、その電気自動車、まあ私もできれば家庭の電源で充電できる、で、走行が100キロぐらいっていう、電気自動車、1回充電で100キロまで走れるっていうの、まあそんなにスピードは出ないらしいんですけどね、そういう電気自動車を、確か値段80万ぐらいだったかな、を買いたいなと思ってて、まあそういったものも、ね、買うにあたって、もしかしたら、一般的なお金でももうね、ハイパーインフレで買えなくなっちゃうってこともあるので、そういうものを銀貨で買ったりしようかなと思っているんですけどね。
まあそういうことを含めて皆さん本当に安全を買うという意味で、1枚でも多くの金貨を買うことを、まあ自己責任ですけどね、私は強くお勧めして、今回の話を終わりたいと思います。ありがとうございました。